はいこんにちはいつも聞いていただいている方どうもありがとうございます今回が初めての方はよろしくお願いします田田翼ですこのチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしていますえ今日は何の話かというと組織を変えるために必要なことです組織をのこう特に雰囲気を変えるためにはどんな条件があるといいのかを5つに絞ってみました 何かお仕事であるいはキャリアで参考になればなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは組織を変えるために必要な条件についてです。皆さんは過去に自分が所属している組織だとかプロジェクトチームのなんとなく空気がこう落ちている、モチベーションが下がっているといったような経験はあるでしょうか 特に大きな組織がであればそうなんですけれども組織の中身雰囲気を変えていくというのは簡単ではないですよねだからこそどうすれば組織を変えていけるかというのをこう一緒に掘り下げて考えていければなと思ったのが今回の趣旨きっかけですでは具体的に組織を変えるために必要な条件は何でしょうか私が思ったのは5つあるなと思いました 今回はですね、その5つをまずご紹介して、そこから1つずつ順番にご説明をしていきます。組織を変えるために必要な条件5つというのは、組織にまず危機感があること。そして、変革をするリーダーに裁量権がある。3つ目は、上位者、経営陣などの同意とか支援が得られていること。4つ目、信頼でき、任せられるこう右腕のような存在がいる。 5つ目は、元気な若手がいる。以上の5つが、私が考える組織を変えるために必要な条件になります。では、それぞれについて、もう少し補足ご説明をしていきます。はい、組織を変えるための条件1つ目は、組織に危機感があることです。組織の中に、自分たちはこのままではいけない、変わらなければいけないという危機感、でその危機感は健全なものである。 ことが大切なんですけれどもそうしたものをうんと顕在的に声として持っていなくても組織のメンバーが心の中ではどこかにそういうふうな危機感があることですこうした危機感が変革のドライバーになっていくので前提として組織自体に変わらなければいけないという思いがあるかこれが条件の一つ目です二つ目の条件というのは変革をするリーダー責任者にあリーダー責任者に 裁量権があることですでこれは、うん、と自分がどれだけコントロール領域リーダーがコントロールをする領域を持っているか裁量権を持っているかによってやれることが決まってきます一番いいのはこう変革をする人が人の配置だとか予算の権限も含めて組織をどれだけ動かす かの裁量権があること、えこれ次第によって変革を力強く進めていけられるのかどうかというのはえ変わってきます。はいでは組織を変えるための条件の三つ目というのは何だったでしょうか。ご上位者の同意とか支援が得られていることなんですね。例えばうんとその組織を統括するこう 部長であったりだとか、さらに言うと、うん、経営陣かもしれませんが、まあ、そうした人たちが変革に対してこう理解をしている。こういうふうな変革をするということに対してまあ同意をするで。さらに適切に、うん、タイミングを見て、ちゃんとこうサポートをしてくれる体制になっているかどうか。変革をする現場のリーダーにとって、えー、上の人とこう一緒になってやっていけるという、うん、スタンスが揃っているかですね。 で上位の同意とか支援が得られていない場合は、現場だけで動かすと、何かこう、例えば、他部署のとの調整だとか、自分だけ、リーダーの自分だけではいかんともしがたくなった時、うん、ときに、支援が得られないと、孤立、現場が孤立してしまう可能性があるので、この上位者の同意とか支援が得られているというのも、条件として大事なポイントです。では、4つ目を見ていきましょう。組織を変えるための条件。4つ目というのは、信頼できて任せられる右腕が、 右腕のような存在がいることですねこれは現場のリーダーが一人だけでやるというのは限界があるのでどれだけ、うん、とその周りにサポートをしているこう右腕のような存在がいるかです、まあ、企業でいうと,、うん、と例えば c e o に対して COO のような存在がこう変革チームの中にもしっかりフォーメーションとしてあるかどうかです、まあ、右腕のような存在は一人だけに限ったわけではないんですけれども 優秀なこうすぐに動いてくれる、うん、と時には、うん、リーダーのこう戒めにもなるようなことをちゃんと言ってくれるような右腕がいるかどうかこれも、うん、大事な条件かなというふうに考えますここまで組織を変えるための条件5つのうち4つまでを見てきましたで最後5つ目なんですけれども、まあ、元気な若手がいることですねでこの若手というのは、うん、現場でこう火をつけてくれる えきっかけになるようなあイメージなんですけれども、うん、と率先してこう組織を変えていくため変革していくために動いてくれる人たちが必ずしも若手ではなくてもいいんですけれどもえ元気なメンバーがいることですで若手といったのはちょっと意味があってまだその組織だとか会社のこう常識に染まりきっていない、うん、他には、うん、結局変わらないとか諦めムードを持っていなくてこう変えていくこと そし何よりも将来に対してまだ組織に希望を持っている人これがどれだけ現場にいるかによって変革がリーダーから始まって組織の中でムーブメントのように広まっていくための大事な存在になってきますで若手からも積極的にこう現場から意見が出てきてかつ変革プロセスにも参加して、まあ、自分ごと化してオーナーシップを持って動いてくれるようになるとこう組織が変わっていくという機運が高まって現実的になっていきます 他の、えー、と様子見をしていたメンバーにも火をつけてくれるのでこうした存在というのは大切な人たちになりますはい、いかがだったでしょうか組織を変えるための条件5つご紹介をしました最後にもう一度変えるための必要な条件私が思う5つに絞ったんですけれども言っておきます組織に危機感がある責任者に裁量権がある意思決定とか 人事、人の災害、あるいは予算についても思っていることです。3つ目が、上位者の同意と支援が得られていること。4つ目が、リーダーの周りには信頼できて任せられる右腕のような存在がいる。そして5つ目というのは、現場に元気な若手がいて、こう変革の機運に火をつけてくれる存在がいるです。はい、今回も貴重なお時間を使って、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 このチャンネルではビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています次回もぜひ聞いてみてくださいまたチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなりますまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください